ロマン・フェルナンド・マルティネスは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州も、ロン出身のサッカー選手。ポジションは MF。アルゼンチン・プリメイラ・ディビシオンの CA ティグレ所属。2000年、3部リーグに属していた地元のデポルティーボ、モロンデイ・デビュー。2003年には一部リーグ所属のアルセナル FC へ移籍するが、出場機会は、ほとんど得られず、2006年には2部の CA ティグレへと、 レンタル遺跡となった。しかし、この遺跡が転機となった。2007年、一部に昇格したティーグルは、ディエゴ・カーニャ監督のもとで躍進。前期リーグで2位となる快進撃を見せたチームの攻撃を担ったのが彼であった。2008年7月、スペインの RCD エスパニョールへと移籍した。主に、センターハーフとして32試合に出場して4得点した。 2009から10シーズンは CD、テネリフェーレンタル移籍した。2015年7月に CA、ラヌースへ加入し、翌年6月には同クラブとの契約を延長した。憧れの選手は、同じロマンの名を持つフアン・ロマンリケルメ。ロマン・マルティネス・リノーボ・コン・ラヌース。エル・グ・ラフコ、2016年9月25日閲覧。リケルメイ・エス・ミ・イドロ、ラ・コンパース・ヨン・ミングスタ。 ありがとうございます。